ベートーベンハウス図書館像、ファン、スビーテンの同伴が、ゴットフリートファンスビーテンあるいは、スビーテン男爵ゴットフリートは、オランダ生まれのオーストリアの外交官、司書で、18世紀の新生ローマ帝国に仕える、管理だった。熱心なアマチュア音楽家であり、古典派音楽時代の音楽家である、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ボルフガング・アマデウス・モーツ・アルト、 ルートビヒバンベイ・トーベンらのパトロンとして今日、記憶されている。ファンスビーテンは、ライデンで生まれ、本来の名は、ゴデフリダス・バーナーダス・ゴットフリード・バンスビーテンで、あった。11歳まで、ネーデルラント連邦共和国で育った。父のヘラルト・ファンスー・イーテンは、医師で、医学研究と教育の標準を確立した、人物として高い名声を持っていた。1745年に、 父が神聖ローマ帝国皇帝であるマリア・テレジアの寺院に就任したため、家族と共にビーンに移った。父はまた帝国図書館長などの政府の役職をも兼任した。ファンスビーテンはエリート向けのイエズス会の教育機関であるテレジアーヌムで教育を受けた。ハーツによると、ファンスビーテンは優秀な成績を収め、多数の言語を流暢に話した。 したがって外交官を仕事にしたのは自然だった。1755から57年にブルッセル1760の63年にパリ1763の64年にワルシャワ1770の77年にはフリードリヒ二世時代の中プロイセ戦大使としてベルリンに滞在した。フリードリヒ二世は1740から48年の オーストリア継承戦争でオーストリアからシレジアを奪っており、1756から63年の7年戦争でもオーストリアはシレジアを奪回できなかった。ファンスビーテンは1772年の第一次ポーランド分割に関わった。この時、ポーランド・リトアニア共和国の領土の大部分をプロイセン、オーストリア、ロシア帝国で分割したが、オーストリアは同時に、 シレジアを含む領土の返還を要求した。アーベルトによると、この方針で交渉するのはファンスビーテンにとって苦痛だった。当時60歳になるフリードリヒ2世は、もし自分の脳が通風にかかっていたらその定義が受け入れられるだろうが、あいにくは死しか通風にかかっていないと答えた。ファンスビーテンは自分自身の予備案に変え、シレジアはそのままで分割を進めることになった。 外交官時代にファンスビーテンは音楽への興味を培った。ブリュッセル時代の上役であるコブレンツル伯爵は1756年に音楽に最大の時間を割いていると報告している。ベルリンでファンスビーテンはヨハンゼバスティアンバッハのかつての弟子だったヨハンフィリップ・キルンベルガーに学んだ。またアンナ・アマーリへの音楽サークルに参加し、そこでは バッハとヘンデルの作品が演奏されていた。1777年にウィーンに戻った後、父の死後5年間空席になっていた帝国図書館の館長に任命され、没するまでその職にあった。司書としてファンスビーテンは1780年に世界最初のカード目録を導入した。図書館にはそれまでも目録が存在したが、冊子にまとめられていた。 カードを用いることによって追加が容易になり、検索しやすく並べ替えることもできるようになった。カード目録は他の地域、特に革命家のフランスでも採用された。ファンスビー店は図書館のコレクション、特に科学分野の書物の充実に努めた。また、ヨーゼフ2世の直令によって閉鎖された修道院の古い蔵書の収集もいった。ファンスビー店はまた宮廷の教育、 検閲委員長を務めたファンスビーテンは音楽への強い興味が高じて自ら作曲も行った。パリでは自作のオペラコミックを上演している。他にもオペラや公共曲を作曲した。これらの作品は価値が高いものとは考えられておらず、今日演奏されることは稀である。3曲のオペラコミックと10曲の公共曲を作曲したことが知られている。ファンスビーテンは 生涯独身だった。父はオーストリアに来た後もプロテスタントだったが、ゴットフリート・ファンス・ビーテンは帝国の国境であるローマ・カトリックに改修した。モーツァルト他のウィーンの男性有名人と同様、ファンス・ビーテンはフリーメイソンだった。フェルメールの絵画芸術をファンス・ビーテンは父から相続したが、当時はそれがフェルメールの作品だとは知られていなかった。 ファンスビーテンは1803年にウィーンで没した。外交官時代にベルリンで収集したヨハンゼバスティアンバッハやヘンデルの作品の写本の工程と演奏のため、1782年頃からファンスビーテンは定期的にモーツァルトを招くようになった。最初はファンスビーテンの家で鍵盤楽器による伴奏で演奏するだけだったが、1786年に ファンスビーテンは音楽を愛好する貴族の教会を結成し、その経済的支援によって、還元楽によるコンサートを開くことが可能になった。これらのコンサートは、教会員の邸宅や帝国図書館の大ホール、後にはブルク劇場やヤーン館でも開催された。モーツァルトは1788年にコンサートの式を行い、また、教会の依頼によって、以下のヘンデル作品を 当時の好みに合わせて編曲した。ファンスビーテン本人がこれらの作品の歌詞を英語からドイツ語に翻訳した。1791年にモーツァルトが没した時、ファンスビーテンは葬儀の準備を行った。コンスタンツェの手紙の中で彼の気前の良さについて言及していることから、一時的に残された家族の生計を助けていた可能性もある。 1793年1月2日に、コンスタンツェのための事前演奏会として、レクイエムを演奏するのを講演し、300ドゥカーテンの収入を得た。またこのカールが、プラハで学ぶのを支援したと報告されている。ハイドンが2回目のロンドン旅行から帰った1795年に、ファンスビーテンの親密な協力関係が始まった。十字架上のキリストの最後の七つの言葉の、 オラトリオ版の歌詞をファンスビーテンは改訂した。ついでオラトリオ、天地創造と四季の歌詞を英語からドイツ語に翻訳した。これらの三つのオラトリオの上演に関してファンスビーテンは貴族たちの支援を集めて資金的に援助した。ファンスビーテンはベートーベンが最初にウィンに住むようになった時のパトロンであり、講演者だった。当時はまだファンスビーテンによるバッハやヘンデルの 演奏会が定期的に開催されていた。1801年にベートーベンは公共曲第1番をファンスビーテンに検定している。ザイベルリン大使時代にファンスビーテンはカール・フィリップ・エマヌエル・バッハを支援している。CPE ・バッハは減楽のための6つの公共曲をファンスビーテンの依頼によって作曲している。CPE ・バッハの専門家と愛好家のためのソナタ州。 第3週はファンスビーテンに検定されている。JS バッハの最初の電気を書いたヨハンニコラウス、フォルケルは次長ファンスビーテンに検定した。ありがとうございます。